お前マジか。さあ今回は鬼舞辻無惨 vs 産屋敷加賀屋柱稽古編の最終回をどうぞ。無惨や。何を話してるんだろうね。アニメーションがすごいですね。ん？子供だ。顔やばいね。無惨が怒ってますね。え？お。なんかみんな来てるわ。うわっ、ちょっと待って、嘘でしょ。お前マジか。なんだこれは。玉屋さんだわ。何を話しているんだ。
ああ、すでに知っていた。姫島さんは。映画やん。マジか。いやーすごい展開でしたね。まあ、実際にこうトーク原作見てみなきゃわかんないんですけど、まあ、アニメーションも本当にすごかったし、アフレコがないんだけども楽しめる、そんなね映像でしたよね。いやーそしてねこれね本当に原作見てみると本当にね、物語、ストーリーとしての面白さっていうのが、ここにはね、本当に凝縮しているので、柱稽古編の最終回、そしてまあ無限城編の第1話、やばいっすね。ここは本当にね、やばいね。UFO テーブルのアニメーションでマジで見たい、そんな展開となるでしょう。はい、いよいよね、柱稽古編の新予告 PV 来るのでしょうか。いやーかなり楽しみにしております。さあそれではね、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。うっばーい。